お前本当は昨日の夜、過信短日の輪廻がまだ続くって知ってたんだろ。なんで教えてくれなかったんだよ。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことになる。それでもなお、明日は訪れないのよ。だったらいっそ、その貴重な機会を利用して、束の間の希望の中、心身を休めた方がいいでしょ。もしかしたらそのおかげで、思考がより明晰になるかもしれないし。確かに。ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りは、あなたたちが私のすべてなんだから。えっ、急にそんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね、あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私だけど、逆に私のことが見えて私を感じることができるのもあなたたちだけなの。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら私は存在しないのと同じ。だから、あなたたちが私のすべてということよ。わかった？なんか、ナヒーダがまたわけのわからないことを言い始めたぞ。雑談はここまでにしましょう。旅人。昨日の新たな手がかりから、現状に対して何か違う見解は得られたかしら。え？急に以前の考えを否定するなんて、どういうことだよ。あ、確かにそうだな。前はそんなところまで見てなかったぜ。単なる時間の循環なら、体の状態も元に戻るはずだもんな。なら、新たな結論は何かしら。傭兵は体に刻まれた記憶に頼ることが多い。だからディシアに輪廻の中で怪我をしない状況が発生した。ピーという音はアーカーシャを操作する時の音。たとえアーカーシャ端末を外していても毎晩聞こえてくる。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで、過信短日が無限に繰り返されているかのように。一日が終わるとき、その日の記憶もすべて消去されるのなら、同じ日を過ごしていることに気がつかない。月、虚言、嘘。これは何を意味しているんだろう。この毎晩鳴るアーカーシャの音は、オイラたちのその日の記憶を消去してたんじゃないか。だから目が覚めると、みんな過信短祭を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるのに、みんな昨日だって思い込んでる。けど、体に刻まれた記憶は消せない。だから、リシアは新しい体験を扱えた。これで全部辻褄が合うぞ。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒーダ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴を蛍に見立てて照明に使っているようなものね。感覚にこだわりすぎるがあまり本質を見落としているわ。
全然簡単じゃないぞ。なんならあのディシアさんともう一度話をしてみたらどうかしら。新たな収穫があるかもしれないわよ。そうだな。もともと手がかりはあいつから得られたんだし、行ってみようぜ。もう無意に過ごせるほど過信探査を繰り返す猶予はないの。どうか早く真実を見つけてちょうだい。ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のディシアもやっぱり怪我をしてないな。怪我？何の怪我だ。私を見くびらないでほしいな。お前のその新しい体験、本当はまだ使うのに慣れてないんだろ？ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。今日いきなり手に馴染むようになって。って待て、どうして私が体験を変えたことを知っている？言っていないはずだが。旅人、やっぱりお前が説明してくれ。おいらもう説明するのに疲れちゃったぞ。そうだな、そうしよう。私がいない間に何があったんだ。変な奴に布教でもされたのか？そこは気にしないで、オイラたちの言ってることを信じてくれ。そうか。まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。つまり、私の体に刻まれている記憶は、もうこの剣の扱いに慣れていて、私の脳はそのことを覚えていない。そういうことだな。そう。毎日それを忘れちゃうんだ。なら、反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。なんでだよ。仮に過信探査が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら物資の消耗、使ったお金、食べたものなどはどう説明する？理屈で言えば財布も空っぽになるはずだ。気づかないはずがないだろう。確かに、アーカー社で全ての人の行動を記録して、それからここにある資源を使って一日の始まりに戻せば。ありえないようなことだけど可能性はあるぞ。いや、ありえない。私には証拠がある。証拠？どこにあるんだ？あんたたちは本当にこうもわけのわからない議論に本気なんだな。いいだろう、少し付き合ってやる。私についてこい。それからドニアザードお嬢様も一緒に。今はまだ周囲の安全を確保できていない。まさか今回はディシアがオイラたちに証拠を見せる番になるなんてな。前はオイラたちがディシアに見せたのに。これだ。なんだこれ。お前が剣の練習に使ってる木製のダミーか？これがどうしたんだよ。これについている傷はわかるか？ここ数日の私の成果だ。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。そうだぞ。だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に私が過去につけた剣の傷を複製しなければならない。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。つまりそこにある全ての剣の傷、そしてその剣を振った時の心境さえも私は記憶している。
武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように、完全に同じ剣筋を振ることは誰にもできない。私がつけた傷を完全にコピーするなんて、絶対に不可能なのさ。そうか？何か精密な機械で少しずつ彫刻してる可能性だってあるだろう。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。それは私も同じで、彫刻で作られた後と武芸の修練によるものは一目で見分ける自信がある。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。うん、これは近頃学者たちの間で流行っているというトンチゲームか何かか。なかなか面白いな。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザー道場様をニーローのところまで送ってくる。また今度な。また壁にぶつかったな。記憶消去の理論は結局間違ってたってことか。でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。じゃあ何か新しい考えは思いついたか。おかしい？オイラからしたら最近起きたことは全部おかしいけど。ん？シティから出ない？あ、本当だ！こんな簡単に思いつくこと、なんで今まで試してこなかったんだ。外の時間がここと同じ日になってるかどうか確かめれば、いろんなことがわかるはずだよな。でも本当に不思議だ。今まで一つの考えに固執しすぎてたのかな。それとも疲れのせいで思いつかなかったのか。とりあえず戻ってナヒーダに聞いてみようぜ。シティから出ることについて、もしかしてオイラたちの忘れていることがあるかもしれない。ナヒーダ、戻ってきたぞ。今日は早かったのね。もしかして何か新しい収穫があったのかしら。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないことも、ここが現実じゃないってことも分かったんだ。ただそれと同時に新しい疑問も浮かび上がったけど。外、私の記憶ではあなたたちはシティの外へ行くことに関する計画を2回口にしていたわ。オイラたち、そんなことを言ってたのか。全然覚えてないぞ。それでその後はどうなったんだ。確かあなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。いえ、正しくはその計画の夜、二回ともあなたたちは戻ってこなかったわ。でも他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから、当時の私も変に思わなかったけど。確かにいろいろ調べてると、たまに時間を忘れてそのまま2日目に入ることもあったな。でもお前の言う外に行った日の記憶はオイラたちにはないぞ。そう、それはちょっとおかしいわね。理論上あなたたちの記憶は全て呼び覚ましたはずよ。おう、絶対何かおかしいぜ。明日になったら徹底的に調べてやる。あ、記憶が戻った。その、どこから説明したらいいんだ。旅人、
あなたがさっき取り戻した記憶以外に、他にも情報が届いているの。聞けばわかるわ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探術は、その中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。何が起こったのか、オイラが教えてやる。そろそろ、昨日の計画を実行しようぜ。おう、出発だ。もう無意に過ごせるほど、過信探査を繰り返す猶予はないの。どうか早く、真実を見つけてちょうだい。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そのような要望がある際には次から事前に届け出をしておくんだな。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに、どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。まあ別に意外ってわけでもないけど、オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けないんだ。一人去ってまた一人か。俺も知らないんだ。聞かれても困る。我々に下された命令は、本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる立場だったら、こんなところで守衛なんてやってるわけないだろう。ったく。どうやら本当に知らないみたいだな。目的が聞き出せないなら、もっと直接的な方法で行こうぜ。衛兵だって無限にいるわけじゃないんだし、どっかの壁からよじ登って外に出よう。ここでいいと思うぞ。衛兵もオイラたちに気づいてないし、早く。なんでだよ。オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて外で何かあったら、オイラお前を助けられないじゃんか。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。分かった。待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。気をつけろよ。記憶が。旅人。オイラもうお前に会えないかと思ったぞ。お前が急にいなくなっちゃうから。オイラ壁んとこでずっと待ってたんだぞ。なんで帰ってこなかったんだよ。一目見たらすぐに戻ってくる約束だっただろ。ダイモン、落ち着いて。彼女はここにいるじゃない。しかも何が起こったのかわからないみたいよ。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから、夜までずっと悩んでて不安で怖かったんだからな。
とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。お前が急に他の世界に行っちゃったんじゃないか。もう本当に怖かったんだぞ。さてタイモン、あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を利用するね。それから旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に姿が消えて。いや、オイラはずーっとお前をしっかり見てたんだぞ。それで旅人の視点は？記憶が全てなくなっているのは確かなの？これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、2回ともその日の記憶が完全になくなっていて、呼び覚ますことができなかった。外に行くとオイラたちの記憶が完全に消されるのか？どうやら外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなるとオイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えばメッセージとかか？でもどうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は見られることに慣れていないの。わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。少し時間をちょうだい。その間あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて、ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。とにかくこれでメッセージを保存できるってことか？ええ、メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でもシティの外の環境では使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも流れは今オイラたちの方にあると思うぞ。行こうぜ、賢者たちの尻尾をつかんでやる。えっ、おう、わかった。もう昨日一回経験したから今日はそこまで心配じゃないぜ。お前と離れるのはやっぱり落ち着かないけどな。おう、また明日な、旅人。これが今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし早くメッセージを聞いてみようぜ。聞き返せない。あそこにはあまたの空間があり、私たちがいるのはただ。
また一つの空間に入った。流れる砂岩、傲嬌する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも内部に人がいないか無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。情報量がすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見てもいたって普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。私の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、ここで途切れちゃうんだよ。旅人は何を言いたかったんだ。空間の正体は何だったんだよ。おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカーシャの音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それとも今のメッセージから聞こえたのか。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカーシャ端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？まさかあの空間こそが現実？でも現実空間があのように消えてしまってはまずいのではないだろうか。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。記憶にある限り一日の終わりにはいつもアーカーシャの音が鳴っていた。毎日オイラたちがピーって音を聞いた後、すぐに二日目になってたよな。あれってオイラたちのいた空間が消えたってことなのかも。その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。毎日新しい空間がたくさん現れてるのか。なんか混乱してきたぞ。そのたくさんある空間って一体何なんだよ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。え、どこ行くんだよ。一人で冷静に考えたいのか。わかった、じゃあオイラも邪魔はしないぜ。
家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。そのドニアザード、一人で行ってくれないか。オイラたちまだやることがあるんだ。そう、わかったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか。もうだいぶ時間が経ってるけど。おお、やったな。早く教えてくれ。いや、やっぱりナヒーダのところで話そうぜ。今度こそ真実を掴んでやる。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探偵の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実については、もう見つかったかしら。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。もう何度も家臣探偵を過ごしてる。まるで、家臣探偵が無限に繰り返されているかのように。シティの外に行ってから、異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点は、どれも人の気配がないということ。あれらの空間は、無境のことを思い出させる。なんとなく、アビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして、夢の中に人の気配はなかった。スネール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。私たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカーシャに奪われただけだった。スメール人は、ただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、本当は、アーカーシャが知らないうちに、その夢を盗んでたんじゃないか？あれら無人の空間は全部、主を亡くした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間は、あんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまり、スメール人も本当は夢を見ることができる。そして、オイラたちは今、実際に夢を見てるんだ。正解よ。それで、あなたはどうしてアーカーシャにそれができると見抜いたの？アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も、送信によるものなんだろ？だったら、アーカーシャにも夢を操る能力があるはずだ。でも、人々の夢を奪うことが、アーカーシャの全ての民の英知を束ねる方法なのか？このことは、どう説明したらいいんだろう。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに、人間の脳が最も活性化するのは、夢を見るときなの。言い換えれば、夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは、夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。みんなが夢を見ないのは逆に神の祝福だって。やっぱり
意図的に人々を騙してたのか？教練院の賢者たちはそうやってアーカーシャを通して人々の夢を使った。そうなんだろう？あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今行われている輪廻はどう説明するの？大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。目の前で空間が止めどなく消えていき、アーカーシャから音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。あれらの無境は止めどなく消え続け、アーカーシャから音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。どうやら、ええ、アーカーシャは人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカーシャによって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた別の過信探実の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカーシャによって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカーシャは夢の収集機ってことか？その通り。比喩を善用することはいい習慣よ、パイモン。ってことはオイラたちが聞いたピーっていうアーカーシャの音って現実のアーカーシャ端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカーシャ端末を外しても無駄だったんだな。さて最後の質問よ。私は誰でしょう？錬金占いは神の啓示だと言っていたけど、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり今にして思えば、虚言は私たちの夢の現状を暗示するものだった。今にして思えば、あれは賢者がスメール人を欺いていることを指していた。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報は聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく、
他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。とにかくあなたたちに謎解きをさせてしまったことについては申し訳なく思っているわ。まず、私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した、過信探災の火という現実を完全にモデルにしているの。だから、夢に関する異変に気づくことは困難よ。次に、なぜ人々は、以前の輪廻に関する記憶がないのか。あなたも不思議に思っているわよね。それは人間にとって、ほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや、自分たちのものだったはずの夢が、アーカー社に奪われたとなればなおさらのこと。だから、毎回過信探災の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば、旅人がアビディアの森にいた時も、夢を見たよな。でも起きた時には、何を見たのか覚えてなかった。それも同じことだったのか？ええ、草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は過信探災の輪廻の中で知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。人間は本当に夢を無限に作れるのか？この輪廻は一体いつになったら終わるんだ？あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。このまま続ければ人々は耐えられなくなる。特に元から体の弱かった者はこのような無制限の搾取に耐えることは難しい。今のドニアザードのようにね。命が危険にさらされてるのに、人々はそれに全く気づけないなんて。絶対に止めないと。そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然？ナヒーダも理由を知らなかったのか？なんだか妙だな。凶霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら、私は知らないわ。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。大賢者は、せいぜい神の生誕を祝うがいい。と言っていたけど、あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿、すべての民の英知を束ね人々に知識を授けている。いや違う、神の生誕を祝う、まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。凶霊院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。過信探災の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。凶霊院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか？何せ、私はただの月だから。本当の太陽はとっくにいないもの。
月、太陽、今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。おはようのヒーダー、オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう暗草なりデビって言った方がいいか。あれ、どうしたんだナヒーダ、顔色が良くないみたいだけど。状況はおそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？そんな、オイラたち間に合わなかったのか。消失したのは本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。なんでこんなことに。じゃあもう一人のドニアザードは、あいつは一体何なんだ。あいつも消えちゃうのか。彼女は少し人形に似ているけれど、完全な人形というわけじゃない。本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中における自分の役割を演じることができなくなった。だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように、夢を構築して維持する部品に過ぎないわ。でもあいつと本当のドニアザードは性格が全く違ってたぞ。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に再現することはできないわ。何せただ役割を果たすだけの存在なのだから。ただ思い返してみると、かつてのドニアザードはあの人形と少し似ていたような気がするわ。確かドニアザードは意識の中でお前に会ったって信じてた。お前があいつを導いてあげたんだな。やっぱりお前もその時のあいつを覚えてるのか。ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護にされ、誰も彼女の人格や考えを気にかけていなかった。彼女はまるで自身のマリン病の進行を遅らせるためだけに生きているかのようだったわ。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。でもそんな彼女も今は、私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を未練を残したまま過信短術に行かせるなんてことはしない。全部あの賢者たちのせいだろ。ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思うぞ。これは自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人前の神の間にはまだ距離がある。そんなこと言うなってナヒーダ。悲しい時は神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早く輪廻を終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ。この過信探査の夢はアーカー社によってコントロールされているわ。けど夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも無から夢を作ることはできない。つまりここには夢の主となる存在がいる。ここはその人が作り出した夢ということよ。そうなのか。
じゃあどうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにある全てはその脳の深い意識から来るものだったら、その人は想像を通してこの夢にある全てを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば酒場でウェイターが皿を持ってきた時、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ。でも仮にあなたが夢の主で、同時に自我の意識が芽生えたとする。もしもあなたが皿の中身を黄金やモラだと想像したら、夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されることになる。でも今の状況において、夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。たとえ皿を1万回出されても、当然ながらただの料理でしかないわ。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時、人は一般的に夢から覚めるものよ。夢の輪廻も終わりを迎えるはずだわ。でもどうやって探すんだよ。誰しもその可能性があるなら、海の中から針を探すぐらい難しいんじゃないか。それにもし探し出せたとしても、その人に自分が夢を見てるって認識させるのも難しいことだろう。ほらお前も言ってたよな、その無誘している人を呼び覚ましてはならないって。確かにとても難しいわ。でも今それができるのはあなたたちしかいない。これまでにしてきた全てのことは、夢の主を見つけて輪廻を断ち切るためなの。あなたたちが探している間、私は外に行ってくるわ。外？お前も旅人と同じように夢だらけの空間に行くのか？ええ、少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ可能性が残っていると思うから、さあ早く行きなさい。夢は本来不思議でロマンチックで驚きに満ちているものよ。不必要な輪廻はこれで終わりにしないとね。はあ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに、ドニアザードンは。あんないいやつで素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそばれるなんて。そうだな、はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。ドニアザードもきっとオイラたちにもっと多くの人を助けてほしいはずだろ。まずは輪廻を打ち破ることに専念しようぜ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にするのかな。そうしたらもっと制御しやすくなるだろうし。確かにそうだな。それに賢者たちもオイラたちやナヒーダみたいな不安要素がいるなんて考えなかっただろうし。でお前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、そういえば花の騎士ファーリスってもともと家臣探査のシンボルだったんだもんな。確かに特別な意味がありそうな人物だ。まずはそいつを探ってみようぜ。おや、帰ってきたのですか。前は慌ててどこかへ行ってしまいましたが、何かあったのでしょうか。いや、気にしないでくれ。それより説明が難しいんだけど、オイラたちの実験に付き合ってくれないか。実験？また急ですね。
どんな実験をするのです？何か願い事ってないか？願い？過信探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうか？そういうのは気にしないでいいから。わかりました。今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、ドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうか。先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。誰ともお話をしたくないようで。ですが以前はこうではなかったんです。優しくて気配りができ、子供たちからも好かれていたんですよ。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかして。お前、まさかドニアザードのことが好きなのか？そんなにわかりやすかったでしょうか。確かに。今の言い方は露骨だったかもしれませんね。お嬢様はあの時、人々に笑顔で過信探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。あの時の私はただ、彼女の花の騎士になりたかった。50年でも、100年でも。おっと、すみません。勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまって。さて、私の願いは、ドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れる、です。今から願い事をしますね。頼む！叶ってくれ！では、目を開けますよ。あ、これは…え？パッチ、ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ。早くお帰り。結局叶いませんでしたね。まあ、私の目の前にいなくても元気であればそれだけでいいんですが。どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだな。でもみんなの知らないうちにあいつは。お嬢様、下がってください。レシアの声だ。そっか、この時間はちょうどドニアザードが人さらいに会った時だ。え、でもそれはレシアがやってくれるんじゃ。あ、おい旅人。おっと、あんたか。ちょうどいい時に来た。お嬢様を。おい、これは私の仕事だ。風魔池から金が出されてるわけでもないだろう。わかった。何を苛立ってるんだ。私は何もあんたの実力を疑っちゃいないんだが。いいだろう、くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。無駄なことを。死にたいようだな。先ほどは駆け歩いていくか。痛がっちゃいない。せい、そこだ。来た。この速さについてこれるか。行こう。よっ、おい。加速
風の赴くままに。はっ、よっ、かかれ。とっ、おっ、旅人、お前完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。はぁ、お前もナヒーダもトニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞ。そうだ、そういえばオイラ一つ思い出したことがあるんだ。初めて家臣探査に参加した時、つまりまだリンネに入ってなかった時のことだけど、オイラたちとドニアザードってここへ何か取りに来たよな。確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたような。オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住んでるってのも覚えてるぞ。家臣探査の前夜に教えてくれたよな。おう、どんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからな。ここだ。勝手に人の家に入るのは良くないけど、今はそんなこと言ってられないよな。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだからほとんど何もなかったけど、この本が机の上に置いてあったぜ。見てみるか。これってドニアザードが書いたものだ。ずっとオイラたちを気にかけてくれてたみたいだな。オイラたちがオルモス港にいた時のことも。でも家臣探査の準備って忙しいはずだよな。それにあいつは体が弱いし、どうやらドニアザードは家臣探査でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだ。この本が見つかってなかったら、あいつがこんなことをやってたなんて知らないままだった。でも、今更わかっても、もうありがとうも言えないなんて。お、今度はどこ行くんだよ。ドニアザードの人形だ。旅人、疲れちゃったか。考えてみると、もうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのも、なんだかすごく昔のことのように感じるし。
あの時はみんなここに座って、ドニアザードも目を輝かせながらニーローの家臣の舞を見るんだって言ってたよな。生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの、旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体。え、今度はどこに行くんだ？これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。旅人？私たちのためにそんなことしなくて大丈夫だよ。この人は教令院の賢者なの。あなたまで巻き込まれたらどうするの？旅人？旅人、いきなり何やってんだよ。もし教令院の人に捕まったら今日一日が無駄になっちゃうだろう。あれ、こいつら反応がないぞ。びっくりして声も出ないのか。あ、そうか。これが賢者たちの計画なら自分たちを巻き込むようなことはしないよな。つまりこいつらも代替品なんだ。どういうこと？大賢者たちがどうしたの？パチサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパチサラは家臣様が制御されると同時に絶滅してるの。そうね。マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパチサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパチサラだよね。今まで気づかなかったけど、まさかドニアザードが見つけてきてくれたのかな。でもお前言ってたよな、この花は家臣が逝去すると同時に絶滅したって。まさか。うん、一体どういうことなんだろう。え？あなたたち、なんか変だよ。でも、わかった。やってみるね。消えた！夢の主はニーローだったのか。まさかの収穫だな。赤紫色のパチサラはもうこの世に存在してない。つまりここの舞台を飾ることができるのはニーローの潜在意識以外ありえないってことか。ナヒーダが言ってた比喩を使うなら、人々は皿の中に料理があると思うけど、ニーローは植木鉢の中に
伝説のパチサラがあると思ったんだな。だからあの二つの花を見た瞬間、お前はニーローが夢の主だって確信したんだろ。でもリンネを終わらせるには夢の主に自我の意識を芽生えさせる必要があるんだよな。どうやってニーローに気づかせてやればいいんだ。私夢を見てるんだよね。え？やっぱりね。過信探査を経験に祝っていた私たちにクラクサナリデビ様が答えてくれたのかな。間違ってるけど完全に違うとも言えないな。でもなんで夢だって気づいたんだ。お前の認識だとスメール人は夢を見ないはずだろ。あなたたち一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな。最悪から逃れるために送信を探す旅に出た人の話なんだけど。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメールシティに来たばかりの頃、ドニアザードが教えてくれた話だ。その旅に出たやつが一人目の賢者なんだよな。ええ、でもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかった。その物語にはまだ続きがあるの。彼の敬虔な心と英知は送信に認められた。だから送信は彼に祝福を与えることにしたの。一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで彼を魅了した。どれくらいの時が経ったのかはわからないけど、彼は自分に理解できる知識をすべて掌握した。その後彼は送信にこう言うの。両親や妻、子供に会いたい。もう長く家に帰っていないからきっと心配しているだろうと。送信は微笑むと、次の瞬間賢者は自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだ。まるで夢から覚めたかのようにね。それでそばにいる妻がこう言うの。今日は送信を探しに出る日よね。気をつけていってらっしゃいあなたって。それから一人目の賢者はスメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、教令院を設立するんだ。めでたしめでたし。つまり一人目の賢者は物語の最初からずっと夢の中にいたのか。というか出発すらしてなかったんだな。うん、きっと彼の敬虔な心と決意が送信に届いて夢という形で祝福を授けてくれたんだと思う。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど、オイラたちも早く目を覚まさなきゃいけないんだ。物語の中の賢者みたいにな。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の家臣の舞は少し派手に踊ってもいいかな。お待たせ、みんな。私が家臣の舞を神へ捧げるね。
真の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。